みんな無事だな。よかった。ここはなんかちょっとこれまでと違う雰囲気じゃ。嘘、またゆかが。まずい、みんな走るぞ。つぐみ、どこかテレポートできそうな場所は？この一本道の他に何も。待って、嘘、みんなカリーが来る。大きい。Ok, alors de mémoire j'avais pas réussi le premier coup, ni le deuxième coup, ni le troisième coup la dernière fois. Du coup je vais mieux m'en sortir. Ah j'ai pas la protection de... Ah. Équipe... Question visibilité... Gemma, là, évidemment, ta protection sera très utile dans cette séquence. Je vous remettre au centre à chaque fois pour être tranquille. Ah, à la feinte. Ah, il me fait deux fois la feinte. Allez, cours. Bon, j'ai pris quelques dégâts, mais je sais pas ce que ça vaut. Du coup, non, il y a une partie qui va disparaître là. Non, c'est le Zeroto pour faire cette compétence. J'ai peut-être utilisé ma compétence trop tôt pour rien.隠しは回避できたようだな。これがベイブの本体だな。ここからならベイブの全ての領域にアクセスできるはずだ。もちろん機能停止もな。おや、これはすでに処理が走っているぞ。なんか様子がおかしくないか。ベイブ、
緊急事態用のプロセスを実行しているの。まさか私たちがここまで来たから。何かしら。今一瞬レッドストリングスに似た感覚が。嵐、どうなってるの？これは驚いた。見事にもぬけの殻だ。はあ？殻ってどういうことだよ。そのままの意味さ。これほど何の痕跡も残さず完璧にデータを消し去るとは、執念すら感じるね。つまりベイブが観念して自分で自分を止めたってこと？そんな殊勝な心がけならいいが、どう考えても何かおかしいだろう。しかしともかくベイブにはもう何の実行力もない。トゲツの計画はついえたということでいいのか？釈然としないけれど、少なくとも現時点でこのコンピューター群がただのガラクタなのは確かね。なんだ、いきなり通信が。おい、お前ら無事か？おお、渡るか。通信の遮断機構が落ちたんだな。こりゃマジでベイブは機能停止したってことか。ベイブを止められたのね、よかった。また地震ね。ちょっとずつ大きくなってる気がする。渡る、今の揺れはやっぱり。ああ、クナドゲートの異常が観測された。ちょっと頻度が上がってきてるな。トゲツの計画を阻止できたのは良かったけど、研究データが全て消えたのは喜べないわね。クナドゲートに関係する情報ももしかしたらあったかもしれないのに。ねえカゲロウ、強化、他にどこか研究データを保存してたり詳しい人がいたりとか。残念だけど、レッドストリングス研究は何百年もかけて行われてきたことだし。そもそもレッドストリングスは謎の多い超能力だ。全貌を把握してるやつなんて誰もいないだろう。そんな、じゃあ手がかりは何も。皆さん、トゲツの関係者でレッドストリングスについて詳しそうな方に一人心当たりがあります。え、一体誰だ？若菜さんですよ。レッドストリングスを持ち、重ねの養育係だった。それはつまり、重ねをレッドストリングス能力者として育てていくだけの知識を持っていたということでしょう。何言ってるの？だっておばさまはもう。そういうこと、直接聞きに行けばいいってことね。直接って、おい、まさか。レッドストリングスを使うのか？ええ、他に可能性がないなら私たちに取れそうな手段はもうそれしかない。だけど心配、ユイトの脳にまた負担かけることになるんじゃ。やろう。何もしなければクナドゲートは広がって世界の終わりが近づいてくるだけなんだ。ダメで、もともと俺がやれることは全部やりたい。重ね、二人でレッドストリングスを使おう。ならば俺たちは協力するだけだ。それで具体的にどうする？今ここで始めるのか？レッドストリングスを使うには強い感情の起伏をコントロールしなければいけない。クナドゲートへ行きましょう。一度は飛んだ場所だから感覚を思い出しやすいと思うわ。ゲートが開いた時の再現をするんだな。わかった、クナド高速へ向かおう。Quand même, tu veux recréer ce qui s'est passé quand le portail s'est ouvert. Donc toute la catastrophe du monde qui risque d'être détruite, vous voulez la retenter. C'est pas une idée de merde, hein, par hasard, non. C'est... Pour avoir des informations.
Même si on connaît déjà l'histoire, quand même, faut dire que c'est quand même une idée de merde. Du coup. Je vais finir par trouver la bonne touche. Hein. Okay. Tac. Et on y va directement en plus. Allez hop. Ok, du coup j'ai beaucoup de chemin ou pas? Non. Non, non, non. Oui, c'est direct la cinématique. Suivante.10年後の未来と比べればまだ小さいけれど、ここへ来るといろいろなことを思い出すわ。レッドストリングス、多分行ける気がする。そうか、その感覚が俺にもわかるといいんだけど。俺たちもサスでサポートしよう。皆の脳をつなげば超能力の底上げはできるはずだ。それとどんな未知の危険があるかわからないから、できるだけ早く現代に戻ってきた方がいいわ。そのためには確実に若菜さんに会える日時と場所、そこへピンポイントで飛べるといいのだけど。2009年10月4日、六将市の旧海抜軍病院。そこへ行けば必ずおふくろに会える。おふくろの命日だよ。俺もあの時病院にいたし、間違いようがない。そうか、その日に六将士が怪異襲撃を受けて、病院は今の周防新館に移転したんだったね。分かったわ。うまくできるかわからないけど、その日と場所を強くイメージしましょう。確認だが、僕たち全員で行くのか？10人の集団だと病院ではそこそこ目立つぞ。そのことなのですが、僕の瞬間移動と同じように人数が多いほど脳への負荷が高いのではないでしょうか？それじゃあ一緒に行く人を絞る？重ね、酷なことを言うようですが、僕は重ね一人で飛ぶのが最も低リスクだと考えます。ルカ、どちらにしろレッドストリングス能力者以外は一定時間で引き戻されてしまうのでしょう。僕たちが同行することはいたずらにユイトと重ねの負担を増すことになるだけではないでしょうか？それなら俺も一緒に行く。重ね一人だけで行かせるのは。いや、私もルカと同意見だ。別の懸念からだがね、推測でしかないが、ユイトと幼いユイト、同一人物が出会ってしまった場合、何が起きるのかわからない。仮定の話ではあるが、今回の挑戦の中で明確に避けられるリスクだと私は考えているけど、会わないようにすれば。いや、絶対とは言えないのか。でも重ね一人っていうのは。私は一人じゃないわ。みんながサスでサポートしてくれるんでしょう。それに同じ力を持つあなたがここに残ってくれれば、私がこの時代へ戻ってくる目印になってくれる。そんな気がするの。俺は東大ってことか。わかった。でも無理はしないでくれよ。ええ、約束するわ。ねえユイト、手を出して。あなたのレッドストリングスも貸してほしいの。もちろん、それぐらいはさせてもらうさ。あの時の再現なら俺の力もあった方がいいはずだ。それじゃあ始めよう。
イメージしましょう。11年前の海抜群病院へ、ママに会いに。待ってるからな。ここは前と同じ。ママがいる場所。オッケー。できる。強くイメージして。旧海抜群病院。11年前。C'est juste tout droit. Ah, c'est là-bas, on le voit. On reconnaît l'hôpital.診察案内。今日は2009年10月4日。思った通りに跳躍できたみたいね。レッドストリングスの感覚、なんとなく掴んだわ。そう何度も使えそうにはないけれど、ママを探しに行きましょう。Elle est dans la cour intérieure de mémoire.Ah, il n'y a qu'une seule entrée. Forcément, je vais du mauvais côté. あなたは重ねなのね。あ、私は。え？ある日にね、届いたの。未来の記憶が。渡月にやってきたあなたの姿がそこにはあったから。レイブは賭けに勝ったと言っていいのかしら。レッドストリングスの可能性を証明したのね。ママ。一体どういうこと？レイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているの。みんな重ねほどの力はなかったけれど、レイブはその脳を使って疑似的なレッドストリングスを起こした。そしてデータを時を超えて転送したのよ。
過去のレッドストリングス保持者にね。転送？じゃあ消去されたわけじゃなかったのね。でもどうしてそれを？レイブの中にある私のノートを引き合ったのね。レイブのデータは私の頭の中に転送されたのよ。そんなことが。レイブは計画がついえないよう賭けに出たのよ。とにかく膨大な量のデータが私の中に流れ込んできたわ。頭が割れるように痛んで気を失って、目覚めた時にもたらされた情報に気づいて愕然としたの。これでもさすがに全ての情報を転送したのではないんでしょうけれど、だからあなたが元気でいることは知っていたけれど、今は懐かしんでいる場合ではないわね。時間がないんでしょ。ありがとうママ。クナドゲートのこと何か知っているなら教えてほしいの。クナドゲートを消すには本当にユイトが死ぬしか方法はないの？ええ、そうよ。ユイトが生きている限り世界はクナドゲートによって滅びてしまう。そんな。だからこそ私はそうならないように準備をしてきたの。挑戦するならレッドストリングスが発言している今しかない。私を重ねの時代へ連れて行って。わかった。理由はわからないけど、そうすればいいのね。待って、その前にユイトを見つけないと。見つけるって？かくれんぼの途中なの。大丈夫、すぐそこに隠れてるから。ようやく完成したのよ、ユイトを記憶障害から守るための装置が。それってユイトが今もつけているイヤーカフ？もともとは海抜群病院が作った特別な患者を管理するためのタグなんだけど、こっちは特注品なの。これをユイトが今つけているものと交換すればあの子は大丈夫。その後で未来へ行きましょう。だったらすぐにユイトを捕まえて。え？あ、ユイト、待ちなさい。怪異警報始まったのね。ママ、ママの安全は私が守るから、一緒にユイトを追いましょう。ゲイ、怪異がいつやってくるかわからない。早くユイトを見つけないと危険だわ。ふっくら。ユイト、どこなの？ユイト！ママ危ない！いい、un canapé dans la gueule, les gars。よかった、間に合って。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。ママ、若菜さん、
あなたのお母さんからお願いされたの。いいよ。あなたは生きるのよ。大丈夫ですか？怪我をされた方は？この子を安全なところに。ジョー・スメラギのご子息です。わかりました。さあ、こっちへ。ちゃんとユイトにつけてあげたわ。ありがとう。まだ人の目があるわね。こっちへ。それじゃ、ええ、お願いするわ。大丈夫、できるはず。ユイトをイメージして帰るのよ、私の時代へ。連れて行って、あなたたちの時代に。ベイブの見せたビジョンと同じ。ということは。お母さん。なぜだ。おい、カサネ、一体どういう。ユイト。ママ。話は後で。おそらく、脳にかなりの負担がかかっているわ。どこかで休んでもらいましょう。ですが、そうこうしているうちに元の時代へ引き戻されてしまうのではないですか。それは大丈夫よ。私も弱いけれど、レッドストリングス能力者だから。とにかく急いでアジトに戻ろう。若菜さんは少し眠れば大丈夫そうよ。脳に異常はないし、一時的な疲労の症状みたいね。そう、大事じゃなくてよかったわ。お袋はこの時代にとどまれるって言ってたし、しばらくは休んでもらおう。若菜さんがベイブの研究データを知識として持っているということなら、少し巧妙が見えるな。そういえば、ベイブの中で出た話で少し気になることがあるのだけど。あそこでは怪異が意図的に作り出されていたけど、ニューヒムカの怪異化技術も同じようなものなの。おそらくな。ナオミちゃんが撃たれた銃弾が特殊で、中に重粒子が込められていた可能性が高い。ニューヒムカがどこまで重粒子について掴んでいたかは俺も探りきれなかったが。しかし、重粒子を銃弾化できるような技術があるなら、断絶の帯をどうにかすることもできそうなものだがな。トゲツもニューヒムカもできていないということは、制御が困難なのでしょう。粒子量が関係あるのかも。なあ、断絶の帯って重粒子でできてるんだよな。じゃあ空から降ってくる怪異も元は何かの生物なのか。鳥じゃないよね。断絶の帯があるのは成層圏あたりって習ったし。でも他に生き物って。断絶の帯の外、宇宙からやってきていると考えるのが妥当だろうね。例えば月から。ほぼ正解。断絶の帯の外側にある月のステーションから
生物の遺伝情報が透過されているってことらしいわ。怪異の効果自体も月の差し金ということか。俺たちがいくら討伐しても怪異は無限に生まれるわけか。ひどい。地球に住む人たちを何だと思ってるの。許せない。だよな。けどまあ、月の人間も怪異化から逃れるのに必死だったんだろうよ。だから許せってわけじゃねえが、月の科学技術なら何らかの対抗手段もあったんだろうが、増えすぎた人類全てを救うのは土台無理な話だ。ポープ博士の記憶にも残っているわ、怪異の脅威に怯える人々の姿が。さて、若菜さんに話を聞くにもしばらくは待機だな。サボ、もとい休息時間ってことで問題ないね。いいよ、言い直さなくても。堂々とサボってくれ。この先の話はお袋の目が覚めてからにしよう。